にちは、サーヤです。今日はですね、じゃじゃん、こちらキャンディードールのクリーミーリップスティックを3色付け比べしていきたいと思います。で、今は何もつけてない唇の状態です。じゃあ一番初めにレディーピンクからつけていきます。こんな感じの色味になってます。結構ね、青みがかったピンクっていう感じの色味です。つけていきます。レディーピンクはこんな感じの色味になります。こんな感じです。なんか結構青みピンクなんですけど、ナチュラルなメイクとかにも合わせやすいピンクかなと思います。こう甘めだったり、ちょっとガーリーな感じのメイクに合うんじゃないかなと思います。でね、このリップね、パッケージのここにトロツヤって書いてあるんですけど、もうその名の通りっていうぐらい本当に滑らかで、柔らかいトロっとした感じのリップなんですよ。で、発色も本当にいいです。しかもさ、こうやって見ての通り、なんかリップがさ、細いやん。唇のこの縦幅にすごいこうフィットするんですよ。すっごい塗りやすいの。はい、続いてはこちら、モードオレンジの色です。オレンジ系のリップは全然つけたことがないので、すごい楽しみです。赤っぽい濃いめのオレンジかなと思います。ではつけていきます。つけました。こんな感じの色です。うん、もう結構見たまま発色してる感じはありますね。こういうオレンジ系はなんかやっぱり大人っぽくかっこよくしたい時に合う感じのリップだなと思います。オレンジだけど赤が混ざってるから、そんなになんか唇だけ浮く感じもしないし、割と使いやすいオレンジ色なんじゃないかなと思います。では続いて最後、こちらローズレッドという色です。こんな感じの色になってます。結構暗めの赤っていう感じの色かなと思います。これはローズレッドです。では塗っていきます。はい、ローズレッドはこんな感じの色です。これはね、結構大人っぽいね、赤ですね。さっきのオレンジのやつも結構大人っぽい感じだったけど、これはもっとなんかさらに大人っぽい深みのある赤っていう感じがします。かっこいい赤ですね。さやか結構こういう深めの赤って使ったことがなかったので、なんかちょっと新鮮な感じがします。でも冬とかはさ、赤系のリップとかってやっぱり使いたくなるので、今の時期は一番いいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はキャンディードールのリップを3色付け比べしてみました。で、このリップは本当にね、柔らかくてグロスいらずで、これ1本でね、チヤッとした仕上がりにもなるので、ぜひ皆さん、見つけたら試してみてください。とってもおすすめです。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。